ヒメウズは、金宝外科に属する多年草を。小玉貴族に含めることがある。畑や人家周辺から山間部まで広く見られる。花海景繊細な多年草で、地下に海上の地下茎を作る。海景は楕円っぽい不定型でその先端から根室用と家系を出す。 よく育つと枝分かれして増える。地上の植物体は草丈が10から30センチメートル、家計が根室用より高く伸びる。根室用は1回3室服用、長い葉平は表面に細かな毛があり、基部は寝ても次第に立って、先端の葉芯は水平に近く開く。商用はそれぞれ2から3に避け、 よく育つと、それぞれが、さらに裂けるので、2から3回産出服用ようになりかけているように見える。養子院全体としてはほぼ円形。葉は、艶がなく、柔らかい。また、紫色を帯びることが多く、特に裏側は、紫っぽくなる。葉の表、小葉の基部近くに白い斑紋が出ることもよくある。家系は、途中に形容をつける。形容は、基本的には、 根出用に似ているが、その木部が茎を抱き、柄が斜めに出る。また上に行くに従って小さく、幅狭く、傭兵が短くなる。家計にも、傭兵と同じく細かい毛が密生している。先端に向けてまばらに枝を出し、花をつける。花は3から5月頃、ややうつむいて咲き、長さ5から6ミリメートル、白くて、時にやや赤みを刺す。 花の外から見えるのは、花弁に見えるが実は、学編で、楕円形で5枚、下向きに抱えるように開く。その内側には、長さ2.5ミ、mm、リメートルの花びらがあり、やや、黄色みを帯び、筒状に並ぶ。それらの基部には短いながら虚があって、学編の間から上に出る。このような構造はほぼダマ巻属と共通である。おしべは9から15、めしべは、理性して2から5個。 棒状。果実は、熟すると上を向き、それぞれが内側に向いた真ん中から左右に割れて開き、種子が顔を出す。種子は、卵形で、長さ1ミリメートル、黒くて、横じわがある。中国、朝鮮南部、日本に分布する。日本では、関東以西の本州、四国、九州の団体域に分布する。人里の畑や道端。 石垣などに生える雑草。やや湿った日陰、木漏れ日程度のところに多い。人里でなくとも、山間部でも、谷筋や林道秋に出現することがある。谷義境などと一緒に見られることもある。漢方では、天葵と呼び、禅僧を下熱、利尿に用いる日本では、木村に薬用との記述があり、根を、 チューブや海鮮などに用いるとある。しかし多くの薬草図鑑や薬用植物図鑑には記載がない。伊沢には、この種に関する記述があるが、薬用部を会計としながらも、成分未消、漢方では使わない、西洋医学では未開発、民間療法も耳にしない、となっている。また、有毒とされるが未消とも書かれている。 プロトアネモニンという有毒物質を含むため、基本的に食用にはできない。名前は、ヒメウズであり、ウズに似て小柄であることによる。また、別名に、トンボ草があり、これは、昔の子供がこの花をトンボ釣りに使ったことによる。なお、標準和名を、トンボ草とするものは、卵カにある。花は小さい左、立ちつぼすみれ、右。 ヒメユズ高山植物や観賞用草花としてよく知られるダマキの類に動く近縁である。その形や花の仕組みもほぼ共通している。しかし、花があまりに小さいため、それは肉眼ではほとんど判断できない範疇であり、干渉価値はないと言っていい。ちなみに独立族とする場合の俗名、セミアキレッジはダマキ族アキレギアに似ているがずっと小さいことに。 基づく。花の構造などは、小玉キ族とほぼ共通であり、この族に含める扱いも多い。その場合の学名は、アキレギアアドキソイズオイである。しかし、巨が発達しないことやメシベの数の不安定なことなどから独立族を認めることも多い。その場合、この族には本種しか含まれない単価多族である。なお、風林小玉キアキレギアイキャルカラータは、現在は、 小玉木族とされているが、過去には、ヒメウズ族とされていたこともあった。そのため、風林小玉木の学名を、セミアキレジ・キャルカラータとすることもある。日本には、小玉木族の植物はあるが、大きさが全く異なり、見誤ることはない。葉質は、援護作類にも似ていて、葉だけだと、むしろ紫毛マンの一年目の葉がよく似ている。ありがとうございます。